いやいやいや、久しぶりですね、こういうコース。クリア率 0.64%。 煽ってくるコインを捕まえたくて。やっぱりコインを1枚取ってからゴールか。おそらくこのコインを捕まえれば、あ、いいだけなんですけど。え、ここ行ったら簡単じゃない？あ、そういうわけじゃないのか。これ上に行けば。え、隙間入れない。え、マジで隙間入れないんだけど。これこのままね、上に行けたら簡単そうなんですけど、行けないもんね。うわ、難しい。これ一番端っこから行けるのかな。あ、端っこ登れない。え、端っこってツタ登れないの？ほら、で、なんか登れないんですよ。マリオがツタに捕まった瞬間に針に当たってしまうから、この端っこのツタを利用してね、上にどんどん行けばいいと思うんですよ。一瞬捕まることができるから、この一瞬を利用してどんどん上にジャンプしていくみたいな。これ結構タイミングが重要。よし、来た。で、ここでね、このちくわブロックを利用して下に行けばコインが取れる。あれ、あ、降りてないの、マリオ。ちょっと、よし、来た。やっこういうことか。いや、めっちゃ面白かったです。それじゃあ次はこのコース、ちょっと英語の意味はよくわかんないんですけど、ドントキルって書いてるんですよね。クリア率 1.49%。 おそらく敵キャラを誰も倒したらいけないんじゃないのかな。そういうコースだったらちょっと面白そうだと思ってちょっとやっていくんですけど、これ倒したらどうなるんだろうね。倒してみる一回。あれ、鍵手に入ったね。お、めっちゃ鍵手に入んじゃん。え、これ倒したらダメなのかな。ねえ、これ倒していいんじゃないの。これちょっと入ってみよっか。そういうことね。だから倒したら、あいや、いいいい、倒していい。一回で倒してどこまでいけるかちょっとやってみよう。で、これを、まあ、このメットを手に入れてね、おそらくここで上にやればいいんじゃないのかな。なるほど、鍵あったらメット上にやれないんだ。だからね、誰も倒すなっていうコースなんだ。いやー、これめっちゃ面白そう。じゃ、どんどんね、敵を避けながら行こっか。このメットを持って上にやっと投げれるってことね。いけ！なるほど。いやー、楽しい。このコース非常に面白いです。で、次はどうすればいいんだろう。なるほど、ドッスンが押してくるから、あのね、クリボクリボかクリボかちょっとよくわかんないけど、よし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 、あー、危ない。危ない、ちょっと待って、カキを、よし、ここら辺で走っていこう。あいやー、倒しちゃった。やっぱ倒したらダメでしょこれね。え、ここ難しくない？そして一回このまま行ってみよう。このまま行ってこの先には何があるんだろう。あー、やっぱこういう風に来るのね。よし抜けれた。で、ここはクリボン、クリボンだったっけ、この子。クリボンに注意していくけど、ここ難しいよね。そこ、こっちに行く。オッケー。で、右、左、で、このチョロプーをね、避けながら、進もう。オッケー、クリアしました。そして、次に、うん、次のね、場面に進めるってことやね。で、上。中間ポイントあるかな、このステージ。まあ、多分あると思うんですよ。この辺で欲しいね。うわ、ない。ない。やった！中間ポイントあった。え、待って、ちょっと待って、強制的なリフト？ここでクリボンを倒さないでいくって。ちょっと無理じゃない。なるほど。こうやって踏まないけんのね。ああ、そういうことか。クリボンが落ちるんですよ、この子。あ、で、これ上にやればいいのか。そしてこのクリボンも上にやろっか。上にやって、オッケー。あ、待って、
落ちてくんの？ああ！クリボンを上にやった瞬間オンオフすればいいのね。多分そうだと思うんですよ。オッケー。よし、そしてこのクリボン持っていこう。で、上にやると。よし、そしてこのチョロプーどうしよう。え、このチョロプー絶対右に行くやつじゃん。わかった。このパワーブロックを下に下ろせばいいのか。なるほどね。ここで、ちょ、ま、こっち。で、ここで、下。あー、ちょっと待って。よし。で、この辺で、こっち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 。こっちにチョロプーを誘導させておいて、下。オッケー。これでチョロプーはこっちに来れないのか。そしてこれはクリボンをそこ、こっちに持ってきて投げる。なるほど。やった、これで次に進める。待って、これマジで全然意味わかんないんだけど。は？待って、マジで全然意味わかんない。タイミングでしょ。よし、あー惜しい。え、鍵来た。めっちゃ来てる。マジか。さて、スピード勝負の始まりですよ。よし、ここのクリボン一番左から行こうか。で、次は氷ブロックに当たらないように上。で、ここも上。くそー、ここか。よし、やばいやばい。ちょっとボブヘが来る。ちょっと待って、もうちょっと、くっ、間に合うのか、間に合うかな。上、よっしゃ、間に合った。よっしゃ、次に行けた。で、ここのメットを踏んで、いや、ここね、ほんとめっちゃ面白いんですよ。ぜひやってみてほしいですね、皆さんに。そして中間ポイント、次で最後の場面でしょう、きっと。で、これは、これはどうするんだろう。まず右に行くでいいのかな、これ。まあ、中間ポイントも取ったしね、一旦右に行っておいて。でも、あのまんまじゃ花ちゃん倒されるよね。だから、あのパワーブロックを持って花ちゃんのね、足場を作ってやらなきゃいけないと思うんですよね。多分こっからボム兵を落とすみたいな。で、花ちゃんを右にやるんでしょ。よし、これで花ちゃんはこの檻の中に閉じ込められましたね。こっから出してくれ。花ちゃんはね、もう無視しといていいとして、次に進みますか。これは、これオンオフをしたらきっとドッスンがこっちに向かってくると思うんですよ。その瞬間にクリボンを持って走って逃げるみたいな感じかな。で、上、あ、こいつも持っていかなきゃいけないのね。このクリボンを上にやって、そしてこっち、ちょっと危ない。ちょ、え、ちょーい。いや、楽しい。よし、それじゃあここも逃げ切りますか。ここ走っていく。で、上でしょ。よし、で、ここも上にやる。で、ここのクリボンも持っていって下。ちょっと待って、ちょい。やった。逃げ切りました。で、ここを右に渡っていくと、多分ね、これでゴールと思うんですよ。まあ、クッパのマーク出てたから、これがね、最後のステージだと思います。やった、ゴールって思ったけど、右にあるなんかあのハテナブロック、ちょっと気になるよね。ちょっと取ってみようか。なんだろう、これ。キノコか。ちょ、どっか行くの。で、そっち行くの。まあいいか、てっぺん取ってゴール。今日も楽しいコースをありがとうございました。次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。